こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは日清食品カップヌードルチーズバタークリーミーカレーになります。日清背徳の麺取りを3種類の商品の中から都合上カップヌードルバージョンのみをいただきます。背徳感に浸れるのかしら。罪悪感センサーのスイッチを切っていただきます。いただきます。背徳グルメ、日清カップヌードルチーズバタークリーミーカレーでございます。はい、それでは背徳感を味わいながら、まずは一口いただきます。カップヌードルの麺の匂い、あとカレーの匂い。はい、細いぞ。思ったほど、なんだろう、ハメ外してない感じ。うん。こんな感じかな。こんな感じ？こじんまりって感じ？はい。それでは、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、罪悪感を覚えながらも、ついつい食べたくなってしまう、背徳グルメが登場。だそうでございます。今んとこ、罪悪感全くないです。はい。次、ポークをベースに、チーズとバターの芳醇なコクを効かせたスープ。そんな感じはしますけど、こじんまり感の方がありますね。次、チーズのコクとカレーの風味を加える背徳チーズカレーパウダーで濃厚な味わい。ということで、おしゃべりしながらいただきます。あれ？こじんまりって感じですね。なんだろうこれ、あえて、買って食べるほどこんな暴言入っていいのかな。どうなんだろうこれ。背徳ない、罪悪感全然ないっすね。味で言うと、まず麺はすごい細めのタイプ。カップヌードルの中にもいくつかタイプあるみたいなんですけど、かなり細めですね。で、チーズ、クリーム、バター、カレーの中で言うと、バターとカレーは感じますね。チーズまあいるけど、クリームもいるけどって感じです。丸。もしかしてかき混ぜたら変わる何か。まあまあまあ、普通に美味しい、普通に美味しいです、普通に美味しいんですけど、罪悪感はねえな。でもこれなんかで食べたことあるな、この味。なんだろう、レギュラーの中にはないっすね。なんかに似てるな。若干のクリーム系と若干のカレーって感じなんで、なんかで食べた気がする。うん。多分このペースで終わっちゃいますね、これ。このまま罪悪感も背徳感も、えっていう感じのまま終わっちゃう感じです。はい。一応原材料を見ると、スープの中にクリーミングパウダー、カレー粉、プロセスチーズとナチュラルチーズ、バターオイル粉末、こういうのが入ってるんで、これをそのまま名前つなげると、チーズバタークリーミーカレーっていう名前にはなるんはなるっ
ですよね。なるはなるんですよ。全然まずくはないですよ。まあ、そこはちゃんと言っとかないとね。まずくはないです。はい。ただ、背徳って、罪悪感とかって、ないです。はい。まあ、人によって違うと思うんですけど。はい。はい。じゃあ、日清の背徳麺トリオのお話をします。2023年2月13日に発売された、カップヌードルとどん兵衛と UFO の連携商品ですね。コンセプトは、罪悪感を覚えながらもついつい食べたくなってしまう背徳グルメは我慢せずに食べることで大きな満足感を得られたり、ストレスを解消できたりすることから若年層を中心に人気を集めています。だそうで、背徳感をテーマにした商品ということなんですね。で、これが3種類あって、カップヌードルからはこのチーズバタークリーミーカレー、それからどん兵衛さんの方からは日清のどん兵衛味噌バタークリーミーうどん、あとは UFO さんの方からは日清焼きそば UFO チーズ背脂台湾混ぜそば、この3種類が出てる。で、僕はこの消費ペースはともかく動画の公開ペースが週5本までで、あんまりストック持ってるとどんどん溜まってっちゃうんですよ。だから今購入を控えてて、この1個だけにしたんですけど、どうなんだろうね、他の二つ。僕に合ってんのあったのかもしれないな、他の二つ食べるとね。多分、カップヌか、どん兵衛か、UFO か、それぞれ味が違うと思うんで、もしかしたら僕に合ったのが、UFO とかどん兵衛さんとかにあったかもしれないですけど。はい。でもね、これ開発する人も大変ですよね。きっと、背徳作れって言われて、背徳ってなんだろうってとこから多分開発してるんですよね。お察しします。年間ね、何十個も考えなきゃいけないんだから、そういうこともありますよね。お察しします。はい。はい。大きな盛り上がりもなく、残りこれだけになってしまいました。一気にいただきます。もう一回言っとくと、美味しいです。はい。美味しいです。けど、罪悪感とか背徳感はなかったな。ということで、一気にいただきます。最後までなかったですね。この感じだったらもしかしたらかなり濃いめのコーンポタージュの方が背徳感あるかもしれないです。はい。美味しいは美味しくいただいたんで。はい。ありがとうございました。どうもごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は日清食品カップヌードルチーズバタークリーミーカレーをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、背徳感も罪悪感もございませんという感じです。ありがとうございました。美味しくいただいたんですけれども、食材として名前が並んでいるチーズバタークリームカレーはそれぞれちゃんと感じました。セールストークを忘れれば美味しくいただけます。ただ背徳感とか罪悪感とかは僕は感じなかったですね。カップの底に濃厚成分が沈んでたりっていうこともないし、後味が濃厚だったりっていうこともないし、コンセプトワードは僕にとってはちょっと空振りのイメージでした。他の背徳麺トリオのどん兵衛さんとか UFO さんはどうだったんでしょうね。ちょっとわかりませんけれども、この商品が2月発売で、そのマーケティングの結果が出て、次の展開があるとしたら7月あたりなんでしょうけれども、次があるならパワーアップに期待したいですね。というわけで今回は日清食品カップヌードルチーズバタークリーミーカレーをいただきました。今回もどうもありがとうございました。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。